待たせをいたしました。特急サンダーバード30号の大阪行きです。自由席は5号車から7号車です。で次は新大阪です。新大阪終点の大阪の順に止まります。新大阪には17時30分頃に到着でございます。お出口は左側になります。次の停車駅は新大阪です。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ました。まもなく新大阪に到着です。お出口は左側17番乗り場に着きます。関西空港方面特急はるか35号関西空港行き17時45分で11番乗り場、黒潮緊急3号の白浜行きは18時3分で同じく11番乗り場です。内山線の特急コウノトリ19号豊川行きは18時1分着きました。ホーム向かい側18番乗り場から発車いたします。新幹線ご利用のお客様、階段、エスカレーター、エレベーターを上がられまして2階新幹線乗り換え口へお越しください。地下鉄御堂筋線ご利用のお客様、それぞれお乗り換えです。新大阪を出ますとおよそ4分で終点の大阪に到着です。車内に忘れ物ないようご支度ご準備ください。お出口左側17番乗り場到着です。終点の大阪です。およそ4分で到着をいたします。
ありがとうございました。終点の大阪に到着をいたします。お出口は右側で3番乗り場に着きます。乗り換えのご案内をいたします。環状線西九条弁天町から新間宮と各紀州寺快速7方面大和寺快速とユニバーサルシティ方面は1番乗り場、京橋鶴橋方面は2番乗り場にお越しください。 JR 宝塚線から内山線方面と特急快速電車は3番4番乗り場、普通電車は6番乗り場です。 JR 神戸線三宮神戸姫路方面、新快速電車ご利用のお客様は播州赤穂行き17時45分で着きましたホーム向かい側4番乗り場です。快速電車5番乗り場、普通電車は6番乗り場から発車いたします。今日は富山からの特急サンダーバード30号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ち申し上げております。終点の大阪に到着でございます。ご乗車ありがとうございました。Thank you.